中村雅俊です。明治座創業150周年おめでとうございます。150年という年月ちょっと想像できないんですけど、もう遠い昔からやってるんだなと思うとですね、その明治座というその劇場の凄さを感じます。以前にやらせてもらった時にフライングをやらさせていただきまして、まあ、明治座はいろんなものがあるんだなと、その舞台でその自分が演じられる喜びありますんで、自分も何回でもいいんですから、明治座の舞台で演じたいというふうに思ってます。最後に言いますけど、150周年というのはすごすぎると、そういうふうに思っております。明治座9月10月、坂本冬美特別公演、中村雅俊特別出演、皆様ぜひいらしてください。お待ちしております。以上、中村雅俊でした。